はい、YouTube クリニックの植松です。今日は沖縄のキャバクラと題して話していこうかなと思います。一つは沖縄のホステスさんについて書かれた記事が興味深かったということと、もう一つは沖縄の感染者ですね、それが100人になったということでかなりニュースになりました。合わせてお話ししていけたらなと思います。その前にまず全国の状態をざっくり見ていきましょう。このような図で、感染者がガーッと増えてきてですね、で今は軽症者でも感染者としてカウントできるようになってきたので、検査が拡充してなので、数自体は問題ではないんですけれども、入院治療を要する人というのがやはり増えてきました。で第一波を超えてきそうな勢いです。でその中で、後によくから遅れて死亡者が出てくるので結構危ない状況になってきたなっていうところですね。でもう一つこちらのグラフは、全国の対策病床と、患者数の割合ですね。で特に福岡と沖縄が黒くなっていますけれども、対策病床が足りていない状況だっていうところですね。沖縄がダントツで足りていないような状況で、今ホテルの確保とかもできたので少しは和らいだんですけれども結構危ないです。そんな中で、コロナが蔓延してきた、沖縄県なんですけれども、私記事で初めて知ったんですけれども、沖縄の人口10万人あたりのキャバクラとスナックの数って1位なんですね。ダントツ1位で、絶対数でも3位だということで結構な数が集まっているわけですね。で今、1日から15日まで休業要請は出ているけれども、ホステスさんとかは中には、生きていくために、そういった仕事をするっていうことで、休めないとか、そういった中で営業されている人もいらっしゃるんじゃないかなっていうようなことも、推察されますね。でそういった接待を伴う飲食店に関しては、密になってどうしても感染の温床となってしまいますので、彼女たちの支え、金銭的な支えは、国自治体が行っていますので、最悪、生活保護っていうのもありますので、ぜひですね、皆さん特に GoTo 先検討先1位になってるようなので、で沖縄県は魅力的なところなのでね、それでキャバクラとか行かれることはないとは思いますけれども、そういったこと危ないこともあるのだということは知って、そういった旅行は楽しんでいただけたらなと思います。海とかは基本的に海水を通し感染はしたりはしませんので、かなりウイルスとかは薄まるので、そういったところは安心していただいて、で直接人と人が接するところっていうところだけは、ちゃんと避けていただいて、旅行とかは楽しんでいただけたらなと思います。今日はここまでです。お疲れ様でした。